はい、こんにちは、ケリンです。YouTuber 草薙さんについてですか。まあ、何やってほしいかっていうと、まあ、ネタっぽいこと言うなら、まあ、やっぱ全裸ですよね。まあ、みんな結構これ言うんじゃないかなっていう、まあ、誰でも思いつくような。だから、忍者革命軍さんとコラボして、まあ、全裸でバク転してみたとか、とか、なんか、まあ、あと歌系だったら、まあ、ペケタンさんとカラオケバトルしたとか、なんか、あとは、なんすかね、まあ、ジーパンとか、ジーパンめっちゃ紹介したり、韓国語の講座したりとか、となんですかね、まあ、そんな感じとかなんですけど、僕がちょっと思ったのは、それネタっぽい話じゃなくて、今回、アベマ TV さんの企画で YouTuber デビューみたいな話と思うんで、まあ、結局ですね、アベマもなんかテレビ朝日かなんかの資本が入ってたと思うんですよ。もうテレビみたいなもんじゃないですか。まあ、実際その番組の構成とかも。まあ、結局、その人たち、そのアベマ主導でまあ企画とかして、それに草薙さんとかが演者としてまあ乗っかるだけだと思うんで、結局もうテレビの延長になると思うんですよ。短めのテレビの動画。まあ、結局。まあ、予想なんでちょっと分かんないですけど、それって別に面白くないっていうか、まあ、アベマとかテレビでやりゃいいじゃんっていう話で、まあ、僕が本当にやってほしいのは、もう草薙さんが、企画して、編集して、アップロードして、まあ、タイトルもつけるとか、草薙さんが考えて、まあ、全部自分でやってみてほしいなっていうのが思うんですよね。それなんでかっていうと、 YouTuber の結構面白いところって、その素人感っていうか、もう全部自分でやっちゃうところだと思うんですよね。だから何て言うんですかね、そのタイトル一つ取ってみても、サムネ一つ取ってみても、まあ企画とか編集、まあ、テロップどんな感じで入れるとかも、まあ、全部がですね、その人自身のこうセンスが凝縮されてるというか、まあ、動画に関わる全てにおいてですね、その人のこうパーソナリティみたいなものがこうギュッと凝縮されて、一つの動画としてこう作品になってるような、そういうところが結構 YouTube の面白いところかなって僕は思ってるんで、ぜひですね、元 SMAP の草薙剛、その一人の男としてのですね、動画っていうのを作ってほしい。それを見たい、私は。はい、終わりです。さよなら。